こんにちは、劇団スカイシーです。さあ、はい、緊急 SOS 池の水、今日は全部入れる大作戦です。待て待て、どっから SOS? わかんないけど、俺かなと俺かこの家からかな。そうだね。さあ、今日は、前回池の石を全部抜きまして、今日は、ちょっと綺麗にというかしましたので、今日は水を入れていこうという感じで。みんなは知らないと思うけど、今日まで1週間ぐらいあったのよ、前回。はい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 。毎日ここにケンちゃんつきっきりだったから、ね、そんな毎日は生きてない。いや俺動画撮っちゃってるもん、もう。一応じゃあちょっと見ていきましょうか、どういう感じになったのかっていうのをですね、まあ前回と違うのはめちゃめちゃ綺麗じゃん。なんかヘドロみたいな土とかあれ葉っぱとかいろいろあったんですけど、あとミミズが泳いでたりみたいなのがあったんですけど、そちらが一応すくってあります。で一応そのなんですか、これは池の底って言ったらいいのかな、それが今あらわになってる状態で、もう綺麗に見えてるもんね。水も透明じゃん。だってそうそう、ただね、なんていうの、その下のコンクリがさ、まあ言ったらさ、こういう石とかが取れないんだ、埋め込まれてんの、もうすでに。でなんかこういうなんかリード線みたいなのがもうすでに埋め込まれてたり、まあちょっとざっくりした作りなのかな。自分でやったもん。その辺がね、ちょっとその前のここの家主さんがどういう気持ちでこれを作ったのかっていうのは分かんないんですけど、でここの池の底っていうか池を埋めてたこの石たち、でこれはゆくゆくなんかまあそこにちょっと敷くか、なんか使い道、まあもしくはこの池をやっぱ我々が埋めようってなった時にこれ必要だもんね。必要になるから、ちょっとあの見えますけど、あのザルで、はい、あの洗濯物用のザルで、はい、あれは石をこう洗って、はい、ここに一応干すようになった。いやなんかさ、しぼんだなと思ってたのよ。なんか俺石しぼんだなと思ったらここにあったんだ。そうそう、石を一応ここに溜めていこうかなと思ってるんですけど、綺麗になった石があったら、なんかもしここに魚を飼うんだとしたら、魚が隠れられるさ、岩みたいなのが必要じゃん。ああそうか、そしたら猫とかがやられないか。そうそうそう、だからなんか隠れられるなんかみたいなのもあった方がいいのかな。でもこの石たちじゃちょっとちっちゃいしなみたいな風に思ってるんで、はい、じゃあちょっと GoPro も回していきつつ、はい、池に水を溜めていこうという風に思います。ここは、はい、水が出るとあれもういっぱいいっぱいなんですよ。なるほどね。なんかいっぱいいっぱいで、ちょっと一応下にこう水を溜めて、これも一応活用しながら、はあ、なんだかな、なんだかなんだかな、そのこういう感じで、うん、なこういう感じでちょっとずつですけど、何が楽しいの。いや俺もそう言われちゃっちゃう、あれ当初俺がやりたかったことってなんだっけな。俺も思ってはいるけど、いや楽しそうだよ。いや実際ごめん、今一応そう思う人いるだろうなと思って言ったけど、なんでかわかんないけど俺もちょっと楽しい。遅いね。これ風呂で考えたら30分ぐらいかかりそうじゃん、この水量だと。達也さんは竹を切っています。今日は切り刻まないと入んなくて。なんですか、切り刻まないと入んなくて。まあでもどうやってもゴミは入ってくるからな。ここよ、気になってるのは何、ゴミなしの池を作りたいのね。でもそんな無理だもんね。でも水全部入れてからさ、あの金魚のさ水槽のゴミ取るさ、綺麗にするやつとか買えばいいじゃん、100均で。なるほど、そしてそう確かに、ただまあなんでそんな綺麗にしたいのか分かんないけど、でもゆくゆくさ、魚ならね、この周りでさ、もしお祭りがあったら、金魚すくいとかやるでしょ。やる。そしたらここにさ、いつもすくった金魚どうしていいか分かんないじゃん。分かんない、でも家に池があると思ったらさ、買えんじゃんってなるじゃん。まあなる、それを言ってんの。いや結構説明やっぱ少なかったな。全然足りてなかった。いつかの金魚すくいのために、そう、葉っぱ1枚まで今取ってるでしょ。まだ3月だってるのに。あのこの穴ぼこぐらいまでなのかな。
こっから多分出てっちゃうと思うんですよ。なるほど。ある程度の水は竹切りのティーと池んじ。暑いな。ああ暑い。暑いわ。あそこで手を濡らしてから手が乾燥してるからここでビニール袋を取るっていうね潔癖症というか綺麗好きでありおじさん肌まあ一箇所ずつどんどん綺麗になっていけばいずれすげえ綺麗になるからね。そうですね。この家も、うん、いつかこの辺も一回掘り返したいんだよね。ちょっとずつよね結局。うなんか芝生みたいにしたい、本当は。俺も芝生にしたい。寝転びたいもんね。やろうよ。あのタイルマット風なさ、うん、芝生売ってるじゃん。なんちゃってでしょ。なんちゃってもあるし、うん、本物、ほぼ本物のさ、はいはいはい、あの引くだけでいいみたいな。いずれ馴染みますみたいな。人工芝みたいな。うん。俺も芝生がいいマジで。芝生だったらさ、なんか負けた時にさ、試合にくそーとか言って寝転ぶ。ちょっと待って、もう一回、何芝生だったら負けた時に試合に何だよ、じゃあ何の選手なの紙飛行機だな。達也さん、中学校の体育館で開かれたさ、はい、紙飛行機大会でさ、子供の時優勝してんのよ。その話は何度か聞いたことある俺はそれ見てないからさ、うん、ニュース出たのよマニアっぽいな。メガネしてた？メガネしてた。ああマニアっぽいな。メガネで判断すんなよ。でもメガネしてニュースに載ったんでしょ。うん、紙飛行機持ち。あのメガネしてじゃない。俺の後ろ姿でこうやって。俺も雑誌載ったことあるよ。何の？月刊 NBA。え？NBA の選手？いやすごい。なんで？レイカーズの選手が日本に来て、うん、そのなんか交流会みたいなのがあってさ。うん見に行ったのよ、うん、そこで一幕で熱狂的なファンってそういうのがなんかマニアっぽいんだよな。ただ年食ってるわけじゃないのよ。違う違う違う、そんなに自慢できるわけじゃないの。雑誌にただ見に行っただけだろ。見に行って写真撮られただけだったけど。はい、こちらの方でとりあえず完成でございます。完成。はい、魚は何買うんですか。一応ですね、うん、まあ買えたら金魚的なことかなと思ってますけど、うんうん、さあついに池が完成しました。てってでーす、うん、先週まではだってもうね、はい、ただの庭でした、うん、なんかボコボコした山、小山、はい、なんとか池っぽくなりました。一応すごい風流じゃないですか。うん、ただやっぱまだ水が汚いので、どうなるかあれなんですけども、うん、ちょっと入ってみようと思う。なんで？あれ？あー冷たい。いやそう結構冷たい。でも言ったらもう3人並んで、うん、足湯できるぐらいのスペースはありますね。え、じゃあ冬、いや冬は部屋でいいじゃん。もうちょっとそれには綺麗にしなきゃないけどね、うん、花がさあれしかないもん。ここ自体どれ、プランターの中。あ、これは見てください。大塚家のお父さんお母さんが、やってくれたお花です。そうだ、その途中経過もそうか、みんな見たいって言ってる人もいたから。どうだったんですか、あの件は。あとチューリップもあるから、うん、そう、あっちには球根でチューリップが、埋められております。球根っていうんですか、うん、親父がちょいちょいさ、うん、どうだチューリップはって入れてくるの俺に。なんか部長の偉さなんだよ。さあ、そして今日はですね、まあ池の水全部入れてみた大作戦なんですけども、はい、最後にちょっと、うん、まあ魚を、うん、もし飼ったらということで、はい、想定としてこちらを持ってきました。何ですか。こちらです。はい、私が作ったゾイドのウオディックです。おお、これをまあ泳がせてみようじゃないかと。それでいいじゃん。どういうこと。生身の魚じゃなくてね、うん、いいじゃん、ずっとそれが泳いでるやん。、うん、いいじゃん、いいの持ってたじゃん。なんかあ
いいじゃん、アヒルとか持ってくるのかと思ってたから、ちゃんと泳ぐやつじゃんそれ。そうそうそう、だからね、ここでなんか釣りゲームとかさ、いろいろできるようになればいいなと思ってるんですけど。さあ、ではゾイドのウォディック行ってみましょう。おーおーおお、リアル、うん、泳いでる、すげえリアル、めちゃめちゃ、あ、いや、そんな風になんない、魚は。いや、そこを求める。そのクオリティ求めちゃっちゃうさ。だから、鯉とか飼った暁にはこういう感じになると、うん、いや、あんな壁に向かって当たっていかない、まあ、そこを求めちゃったらあれなんだけど。いや、でもいいね、一応ね、こういう感じになるんじゃないかということでございます。いいよ、でもそれ一生入れとこよ。一生はやだ。本当はさ、水陸両用だから。すげえ、死んだ死んだ。かわいそうだよ、もうなんか。いや、確かに、なんかそリアルでそいつには命を感じるな。うん、結構いい動きですよね。いい動き、ノーリック。はい、ということで今日は、池に水、池の水全部入れてみた、大作戦でございました。こういう感じで、あれ、あれ、あれ、立ちくらみ、立ちくらみが。池落ちるぞ、やばい、緊急 SOS、 緊急 SOS。 そこが SOS だったのか。そこが SOS だったのか。過労じゃん、もうちょっと立ちくらみもしてしまいましたけど、うん、こういう感じで庭の方も徐々にカスタムしていけたらなというふうに思います。何か進展がありましたらまたご報告しようと思います。ということで本日はどうもありがとうございました。それではさようなら、またね。緊急 SOS。 あっちはあっちで忙しそうだな。